どんなモンスターで死ぬか気になるだろ。ああ教えてあげようじゃない。まずはフランケンシュタイン、それからフランケンシュタインの花嫁、名前はブライド、こいつはスーパーモンセクシーだ。そしてドラキュラ伯爵あんたあいつの好みのタイプだ、気をつけなそして最後に狼男、こいつはひとまず月に向かって吠えるのさ。どうだい、この辺りでよりゆっくり出会うっつうのはウルトラいいだぜ。ショーに参加してもらうからな。いいな。てな、早速お前たちにはウェーブをやってもらおうな。ウェーブのやり方知ってるよな。パラパラの拍手ありがとうございます。説明しますね。立ち上がって両手上げてお前たさんになるんだな。あーでも気をつけろ、ここの椅子な、呪われてんだ。立ち上がると自動的にバーン跳ね上がる仕組みになってる。だから座るときちゃんと押さえて、そう呪いだ、気をつけるんだ。よし、それじゃあそっちの足から向こうに向かってウェーブだ。みんな準備しといてくれよ。へえ、後ろ、後ろもちゃんと見てっからな。やれよ、寝るなよ。絶対暑いから入ってきたんだぜあいつら。よし、行こうか。こっちの足から向こうに向かってウェーブ開始。3秒前から行くぞ。3、2、1、ほら行け。なにこのさざ波。なんでみんなほんま疲れてんのやろうな。残念な儀式になってる。全然足りねえわ。おいお前ら、何が足りねえか分かるか。ワカメか。聞いたかお前ら。お前らの親子でワカメが全然足りてたバカってあの子が言ってます。ワカメ足りないか。ワカメはどんな風にやったらいいんや。ワカメ入れたか。ああこれでいいのね。そうか、じゃあみんなもワカメになるか。はい、みんな手を挙げて。はい、ワカメ、そう、私がワカメ教の教祖である。ワカメよ、ワカメ。ほだね、みんな。壺作ってよっかな、これ。オーケー、じゃあこれでいくから、よろしく。いいでしょう。ワカメ。やってくれた。おい、じゃあ今度は前から来た。前から立ち上がって、こうやってワカメやって座る。ワカメウェーブ、なおっけ、行くぞ。ワカメウェーブ、3秒前から。はい、3、2、1、立ってワカメ。はい、ワカメ。ワカメ、はい、ワカメ。後ろ待って、全然立ってないやん。見てたからな。なんで座ったワカメしてんの。立ってワカメ、いいんだよ。はい、全然後ろだけ行くわ。はい、立ち上がって、走れよ。イエーイ、ワカメ。皆さん。